皆さん写真ライフ楽しんでますか？先日ですね、ニコンのキャッシュバックキャンペーン秋の分がですね発表になったんですけども、その中でこのね Z6III もねキャッシュバックの対象になったんですよ。でこれね最近発売されたばっかりなのにもうですね4万円のキャッシュバックが、まあ、今回のねオータムキャンペーンのところで始まってくるっていうところで、これね Z6III をね買ったばかりの方っていうのは結構ね悔しい思いをしてる方もいるんじゃないかなっていうふうに思いますし、私もねもう発売日に購入してるので同じ気持ちではいるんですけども、ただですね今からこの Z6III を買おうか悩んでた方っていうのはね、このキャッシュバックが4万円あるっていうのはかなり大きなポイントだと思いますので、ちょっとね価格高くて手が出せなかったっていう方が、あこれだと射程圏内に入ってきたなっていう方で、まあ、よかったら今回私がね Z6III のここがおすすめポイントだよっていうところを10個ねちょっとご紹介をしていきたいと思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、それではですね今回はこの Z6III のおすすめのポイント10個ですねちょっとご紹介をしていきたいと思ってます。これからね購入を考えている方っていうのは参考にしてみてください。でこの Z6III ですね、まあ、40万円ちょっとぐらいするんですけども、今だとサイト見ると38万円ぐらいで、まあ、購入できるところとかありますので、そこから4万円のねキャッシュバックがあると34万ぐらいで購入できるカメラになってますので、まあ、そうすると最近はまあ30万ちょっとぐらいのカメラっていうのがまあ、スタンダードになってきてます。フルサイズのねカメラっていうのはそれくらいのですね金額がスタンダードになってきてるので、まあ、これだったら射程圏内に入っているかなってところで、結構ね、まあ、もしかしたらこのキャッシュバックの時にめちゃくちゃ売れてね、まあ、早めにちょっとね買わないと、まあ、またね供給不足になってくるんじゃないかなってところで、まあ、よかったらちょっとね購入を考えてる方がちょっとこれどうしようかなって思ってる人にですね、まあ、今回の動画がまあ参考になればすごくいいのかなっていうふうに思っております。じゃあ今回ですね、まあ、この Z6III のおすすめポイント10個をご紹介しますので、まずはですね1つ目なんですけども、これがですねフレキシブルカラーピクチャーコントロールというですね機能が、まあ、Z6 だけにあるっていうところになっております。このフレキシブルカラーピクチャーコントロール、まあ、めちゃくちゃ、ね、長い名前で噛みそうになるんですけども、この Z6III だけにしかね入ってない機能なんですよ今のところ。なのでこの Z6III を買う理由の一つとして、結構ねこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールって私的にはありなんじゃないかなっていうふうに思います。でこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールって何ができるのかというと、まあ、自分でこのね NX スタジオっていうのを使って色味をね作り込んだものをこのカメラの中に入れて、その色味を再現したままですね、まあ、あの写真を撮ることができる、まあ、ラットみたいな感じというか、普通はね写真を撮ってローで撮ってでパソコンなんかでロー現像して色味を作っていくっていう作業をしてるんですけども、この色味を最初から作り込んでこのカメラの中に入れてで写真を撮って、でそこがそのままですね JPEG としてその色味を適用して、まあ、使って写真を撮れるっていうところが、まあ、おすすめポイントとして高いんですけども、このフレキシブルカラーピクチャーコントロールの機能がめちゃくちゃ良くて、自分でものすごくね作り込んでいけるんですよ。この、まあ、作り込むのが苦手な方でも、あの有名なね写真家の人たちが、クリエイターの方たちがこういったねフレキシブルカラーピクチャーコントロールの元をですね作ってくれているものとかもねありますので、それをねダウンロードして適用させるとそのままの色味で使うことができるっていうものになってますので、まあめちゃくちゃお手軽でもありますし、自分でね作り込んでやることもできるので、私もねこれ結構ね使うんですけども、まあこれを使うことによってロー現像で色味を作っていくっていう作業を飛ばしてですね、まあこの写真の取って出しで、まあ、自分の好きな色味っていうのを適用しながら写真を撮れるっていうところがですね、まあ、ポイントとして高いのかなっていうふうに思っております。はい、ここのねフレキシブルカラーピクチャーコントロールが Z6III だけ使えるっていうところが結構ね、まあ、おすすめポイントとして高いかなっていうふうに思います。で2つ目なんですけども、 NX スタジオそして Lightroom の方でこのねフレキシブルカラーピクチャーコントロールを適用して、まあ、あのいろいろね使い込むことができるっていうところになっております。
ります。まあ、NX スタジオでこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールを自分で作り込んでいくっていうこともできますし、その作り込んだものをいくつか作っておいて NX スタジオだったらそれをね変更することができますし、 Lightroom とかでもですねこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールで撮影した場合ですね、それが適用されるんですよね。でその適用されたやつをさらに編集することができるので、あの NX スタジオではその自分が作ったやつもしくはですね、まあ、このニコンが提供しているやつを、まあ、これがいいなこれがいいなって変更することもできます。で、ライトルームをね使ってる方、まあ私もそうなんですけども、ライトルームを使う場合に例えば明るさをね調節したりとか、あとは色味をね調節したりってすることがあると思うんですけども、この色味を調節するっていう段階をもうねこのねフレキシブルカラーピクチャーコントロールに入れておけば、ライトルームの方で明るさの調節だけするっていうですね、すごくね簡単な方法でですね、まあ写真を、まあ、ロー現像を仕上げるっていうこともできますので、もちろんですねこのロー現像しなくてもいいという選択肢もありますし、ロー現像で明るさだけ調節する、もしくはもうちょっと色味を細かくね調節したいなってところでやっていくっていうところで、かなりですね時短になりました、これを使うことによって。なので自分が作り上げた色味っていうのをすでにねもう適用してあげることによって、ライトルームのロー現像の方で明るさを調節して色味を調節して出来上がりっていうところで、このフレキシブルカラーピクチャーコントロールを適用してやっていくと、カラーのね作り込みっていうところをですねスパッとね抜いて、あの明るさの調節だけっていうところをですねやれば簡単にですね、まあ、完結できるっていうところが、このねフレキシブルカラーピクチャーコントロールと NX スタジオ、ライトルームとのこの連携っていうところがかなりね、まあ、使ってて良かったなっていうふうに思ってる部分なので、これをね使うことによって、まあ、よりね手軽にですね、まあ、ロー現像が楽しめるようになったかなっていうふうに思いますので、まあ、この辺はね初心者の方にもすごくね使いやすくなる機能なんじゃないかなってところで、よかったら試してみていただけたらと思います。はい、続いて3つ目なんですけども、こちらがですねニコンイメージングクラウドっていうのが使えるというところになっております。これも今のところ Z6III だけだったと思うんですけども、このですねニコンイメージングクラウド何ができるのかというと、例えばこの Z6III で撮った写真っていうのをクラウド上に上げてくれて自動でですね、でそのクラウド上に上げる部分も Lightroom なんかに移してくれたりとかね、しますので、すごくね、まあ、このカメラを持って帰ってきて、まあ、Wi-Fi に自動でつなぐようにして置いておけばですね、勝手にクラウド上にデータをねアップロードしてくれて、それをですね、まあ、ライトルームなんかで開いて編集が簡単にできるっていうところになってますので、いちいちねこうメモリーカードを取り出してとかねパソコンに移してっていう作業をしなくてよくて、カメラを持って帰ってきたら自動的にファイルをね、まあ、データをね、まあ、移してくれるっていうすごく優れた機能とかもありますし、このイメージングクラウドによってカメラをね家に持って帰ってくると、まあ、勝手にねこう Wi-Fi とつないでくれるんですけども、そうするとねファームウェアアップデートなんかも自動でやってくれたりとかねしますので、もう何もしなくても勝手にカメラをですね最新のねファームウェアにアップデートしてくれたりとか、データをねクラウド上にアップしてくれたりっていうこの機能がねめちゃくちゃ便利なので、まあ、ぜひねこれ使ってみてほしいなって思いますし、これが Z6III だけの特権なので、まあ、この機能を使うとですねめちゃくちゃ楽になります。もう帰ってきてもうねカメラ置いとくだけでですね勝手にやってくれるっていうのはめちゃくちゃ楽なので、でまあ、こういった機能もねぜひ活用してやってみてください。まあ、データをね、まあ、メモリーカードからパソコンに移すっていう作業が結構ねめんどくさかったりとか、まあ、CF エクスプレスカードとかね、まあ、リーダーとか実は持ってないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、自動でねクラウド上に上げてくれるっていう簡単な方法とかもねあるので、こういったね機能も使っていただくとすごく便利にカメラを使うことができるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでちょっとねカメラを持って帰ってきて少しねご飯食べてゆっくりしていた、その間にもデータを全部写してくれてるので、じゃあもう編集をやろうかなとかね、ロー現像をやろうかなっていうところで、まあ、便利にね使いこなしてみていただけたらと思います。はい、続いて4つ目なんですけども、こちらがですね画素数になっております。これね2400万画素約ね2400万画素のカメラになってますけども、まあ、この画素数はまあ、メリットでもありデメリットでもあるかなっていうふうに思います。まあ、人によってはこの画素数がメリットでもあって、人によってはこの画素数がデメリットでもあります。ニコンでいうと Z8、Z9 っていうところが4500万画素ありますし、まあ、Z7II とかもね同じように高画素のカメラになっておりますけども、その中で、まあ、2400万画素っていうのは、まあ、画素数少ないんですけども、すごくねデータが軽いので管理するのにこのデータ容量が少ないっていうのはですねすごく助かる
部分でもあると思います。まあ、Z9 とか Z8 とかも使ってたんですけども、かなりねやっぱり1個のローのデータっていうのが大きいので、すぐねこう保存しているね、まあ、HDD とか SSD っていうところを圧迫してしまうところがあったので、その分ですねやっぱり2400万画素のカメラでかなりですねこうデータ容量ね圧迫しなくなったので、まあ、半分ぐらいなんですよ1個の容量が。なので倍ぐらいねやっぱ4500万画素の時はですねデータ容量あったので、その辺考えるとですね扱いがすごくしやすくなりました。で基本2400万画素もあれば十分なんですけども、個人的にはね3300万画素っていうのが理想かなっていうふうに思ってます。4500万画素だとちょっとデータ容量大きいかなっていう思う部分もありますし、2400万だとちょっとね画素数が足りないなって思う時も、まあ、時々ありますので、この辺のねちょうどいいところがやっぱ3300万画素かなっていうふうに思ってる部分でもあるんですけども、まあ2400万画素でも、まあ、ちょうど、まあ、そんなにね困るところはあんまりないので、これで十分かなって思ってる方にはすごくねデータ容量として軽いですし、まあ、使い心地っていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあこの部分はね人によると思いますね。なので人によってはねやっぱり高画素機の方が良かったりするっていう人もいると思います。やっぱりクロップしたりとかトリミングするっていう方はですね、まあ、高画素機の方が良かったりとかしますけども、まあ、そういったことね全然しないよって方はね2400万画素もあれば十分なので、まあその辺はねその人がどういう風に使うかで変わってくるかとは思うんですけども、まあ、現時点私としては2400万画素っていうのは十分に感じている部分でもあるので、まあ、そこはねデータ容量が軽くなるっていうのはメリットとして私は捉えている部分ではあるかなというふうに思っております。はい、続いて5つ目なんですけども、こちらがですね電子そしてメカシャッターの両立っていうところですね。これが今のところニコンで Z9、Z8 っていうのはメカシャッターレス、まあ電子シャッターしかない。で、その下っていうのは、まあ、メカシャッターと電子シャッターもあるんですけども、電子シャッターに関して読み込み速度がちょっと遅いので歪みが生じてしまうっていうところがあります。で、ここの両方のちょうど真ん中のいい部分ですね。メカシャッターもついてるし、電子シャッターも歪みが少ないっていうところが、この Z6 III のすごくいいところで、電子シャッターも使いながらメカシャッターも使い分けて使うことができるっていうところが、この Z6 III のすごく私は使ってていい部分だなっていうふうに思いましたので、まあ、普段はですね、電子シャッターを使って写真撮っていいと思いますし、ちょっとこの部分メカシャッターがいいなって思う場面ではですね、メカシャッターに切り替えて使うこともできますので、その辺がね、やっぱりまあ、他のね ZF とかね Z6 II とか Z7 II とかっていうのも同じようにできるんですけども、電子シャッターに関してちょっと歪みが気になるなっていう部分がやっぱりありますので、その辺の歪みがね少なくなったこのね Z6 III っていうのは部分積層型っていうですねセンサーを載せてる唯一のカメラになりますので、その部分で結構ねメリットは大きいかなっていうふうに思ってますので、まあ、この電子シャッターメカシャッターが両立できるカメラっていうのがこの Z6 III だけっていうところがこの2個の中でですね、その部分が結構ね私は Z6 III が気に入ってる部分でもありますので、まあ、シーンによってこの電子シャッターがいいシーンもあったりメカシャッターがいいシーンがあったりするので、そこをね使い分けすることができるっていうところがこの Z6 III を使っててすごく良かったなって思ってる部分ではあるかなというふうに思いますので、まあ、よかったらこの辺も参考にしてみていただけたらと思います。はい、続いて6つ目なんですけども、こちらがローの動画が撮れるっていうところになっております。この Z6 III そして Z8、Z9 っていうカメラ、この3つだけですねローの動画内部収録で撮ることができます。で、Z8、Z9 っていうのは、まあ、50万円を超えるカメラなのでなかなか手を出しづらいっていうところがありますし、34万円ぐらいで今回ねキャッシュバック含めると買えるので、そうするとそれがね、まあ、ローの動画っていうのを内部収録できるカメラとしてはかなりね安いカメラになってきたんじゃないかなっていうふうに思いますので、このですねローの動画にちょっとチャレンジしたいなって思ってる方はぜひねこの Z6 III っていうのは、まあ、手軽な安価なカメラになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、他のねその ZF とか Z6 II とかに比べるとちょっと高めではあるんですけども、このローの動画が撮れるカメラの中では結構ね、まあ、値段的には安価な部類に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっとローの動画撮ってみたいなって方はですね手軽にですね購入できるカメラなんじゃないかなっていうふうに思います。で、このローの動画
が何がすごいのかというと、まあ、色をね、細かく調節することができるんですけども、まあ、そこに関してはね、めちゃくちゃ難しいので、まあ、正直、422.10bitでも十分だと思う部分はあります。まあ、わざわざローの動画にしなくてもいいんじゃないのって思うことも多いですし、まあ、ノイズがね結構乗っちゃったりとか、扱いがねすごく難しかったりとか、データがバカでかかったりするっていうねデメリットも結構あるんですけども、それでもやっぱねここ一番の時にちょっとローの動画撮っておくと、まあ、このローの動画ってやっぱすごくいいなって思うことがね結構ありますので、まあ、そのローの動画が撮れるっていうところがちょっとね作品撮りしてみたいなっていう方にはですね結構いいカメラなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、綺麗で手軽に撮れるっていうのは422.10bitだと思うんですけども、で実際にね私もこのローの動画ね撮ってみたんですけども、やっぱりですねこう色味のね調節とかね、まあ、いろんなことがねローの動画だとできたりとかもするので、まあ、ホワイトバランスの調節とかですね ISO の変更とかですね、まあ後からねできたりとかもするので、意外にちょっとねあの露出がね難しいなって思ってる方はローの動画やってみると後から変更できたりとかもするので、まあ、その辺でね後から調節することもできるっていう点ではですね、まあ、初心者にはちょっと難しいかな。でもねローの動画ですね私も使ってて結構難しいなっていうふうに思うので、扱いがですね、まあ、その辺はね人によるかなっていう部分でもあるんですけども、まあ、私はローの動画もね422.10bitのね動画もねこれ一つで撮れるので、まあ、その部分ではまあ良かったかなっていうふうに思ってますので、ちょっとローの動画撮ってみたい、422.10bitが撮ってみたいとかね、ちょっとねまあ用途に合わせて使い分けもできるっていうところで、そこは私は気に入ってる部分かなっていうふうに思ってます。続いて6つ目なんですけども、このね動画撮影において 4K120p が撮れます。クロップなしで撮れます。あとはフル HD の 240p が撮れますっていうところで、まあ、動画の中でのこのフレームレートの選択肢が増えたっていうところはかなりね、まあ、使ってて良かったかなというふうに思いますね。まあ、Z6II の場合 4K の 60p だったんですけども、これが 120p まで、まあ、クロップなしで使えるっていうところはかなりね使いやすくなってますし、まあ、あのフル HD の 240p を私も使ってみましたけども、そんなにね使うシーンはないと思うんですけども、ここのシーンで使うとめちゃくちゃ面白いなっていうところがねあったりするので、いざという時にこういったね、まあ、フル HD の 240p とかね使ってみると面白かったり、 4K の 120p とかね使ってみてね面白かったりするので、ちょっとねポイントポイントで、ね、使ってみると結構面白い機能だなっていうふうに思いますので、まあ、そういったこともねできるっていうところはですねポイントとして高いんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、できたよりできた方が撮影の幅っていうのは広がるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、続いて7つ目なんですけども、こちらがですねファインダーになってます。まあファインダーですねめちゃくちゃ綺麗になって見やすくなったっていうふうに言われてます。個人的にねまあそんなにあんまり感じないんですけども、まあ、ニコン自体のファインダーがめちゃくちゃ綺麗なので、普通のね他のカメラに関してもなので、めちゃくちゃ綺麗になったかって聞かれるとあんまり分かんなかったりするんですけども、まあ、確かにねこう逆光の時とかにちょっと顔が見やすかったりとかね、まあ、ここ確かにね綺麗に見えるなって思う部分がところどころあるので、厳しい場面ではこのファインダー結構見やすいんだなって感じる部分があるので、その辺ではですねやっぱこの Z6III のファインダーってすごく綺麗なんだなっていうふうに思いましたね。まあ、ニコン自体のファインダーがめちゃくちゃいいので、それと比べるとそんなにね差を感じなかったりもする場面はあるんですけども、まあ、他のねメーカー α74 とかのファインダーと比べると、やっぱこっちの Z6III のファインダーすごく綺麗だなって感じる部分がありますので、その辺のファインダーがすごく綺麗に見えるっていうところは写真を撮るときにすごくね影響力が大きいんですよね。そういったね写真を撮るときにやっぱこうファインダーが綺麗、まあモニターもねめちゃくちゃ綺麗なんですけども、ファインダーがすごく綺麗っていうところは写真を撮るときに結構ね重要な部分だったりとかもねしますので、まあそういったところのファインダーがね Z6III の場合はですね、この上位機種よりもねこのファインダーが綺麗だったりとかもしますので、その部分がですね Z6III をおすすめするポイントかなっていうふうに思っております。はい、続いてですね9つ目なんですけども、こちらがですねボディ内手ブレ補正ですね。手ブレ補正に関しては効きがすごくいいです。すごくいいので、
使っててですね、まあ、安心して使えます。ただ、まあ、ボディ内手ブレ補正というか手ブレ補正があっても、まあ、手ブレはね抑えることができるんですけども、胴体ブレに関してはですね、まあ、抑制することができないので、例えばまあ風景とかを、まあこうね、手持ちで、まあ、夜景なんかを手持ちでね撮る部分とかではいいと思うんですけども、まあ、ポートレートとか撮る部分ではあんまり必要なかったりする部分でもあるんですけども、まあ、やっぱねこの Z6III のね機器っていうのはすごくいいので、あとはこれね確かねロックがかかるんですよね、電源切ってる時にセンサーが。で ZF の時ってこのロックがかかんないので、こうねこう動かした時にねカタ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 音がするんですよ。でこれに関してはまあ、別にね問題ないというふうに言われてますけども、まあね正直ねちょっと気になるなっていうふうに思いますね。ずっとねこうセンサーがね動いてるっていうのはねちょっと気になるなっていうふうに思うんですけども、この Z6III の方とかね Z8 とか Z9 の方はこの、ね、センサーがねカチッとねロックされるので、その部分でちょっとね安心感は自分的にはあるので、その部分がね、まあ、ボディ内手ブレ補正がついていながらロックもされるっていうところですね。で手ブレ補正もめちゃくちゃ効きがいいので、 ZF とこの Z6III っていうのがやっぱこの手ブレ補正が2個の中でダントツにいいので、その辺考えてもねすごく手ブレ補正が効きがいい Z6III っていうのはおすすめできますし、まあ、手ブレ補正だけ考えると ZF でもすごくねいいと思いますし、その辺のですね手ブレ補正の性能がねすごく高い、2個の中でボディ内手ブレ補正の性能がすごくいいっていうところがこの Z6III の魅力でもあるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、続いてですね10個目なんですけども、こちら暗所性能になってますね。まあ、先ほど2400万画素、まあ、すごくねデータ容量が軽くて使いやすいですよ、まあ、4500万画素とかね高画素のカメラもねすごくいいんですけども、まあ、データ容量が大きくなるデメリットとかもありますよっていうところのお話もしたんですけども、このね暗所性能に関してもやっぱり画素数が少ない方が暗所性能強くなります。なので暗いところでねノイズが乗りにくいね写真をね撮りやすかったりもするので、画素数が少ないと1個の画素っていうのが大きくなるので、光を受け止める力っていうのがね高くなるんですよ。でこの画素数が多いと1個のね画素っていうのがちっちゃくなるので、光を受け止める力っていうのが弱くなるので、そうするとノイズが乗りやすくなるっていうところがありますので、その部分でですねやっぱり画素数がちょっと少ないことによって暗所に強くなるっていうですねメリットがねあったりしますので、その辺でねちょうどねいい塩梅っていうところが2400万画素なのかなっていうふうに思いますね。データも軽いし暗所にも強いっていうところで、もう私は結構ね暗所での撮影とかもねやったりとかするので、その辺では、まあ、用途としては高画素のカメラよりも私に合ってるのはこういった、まあ、2400万画素ぐらいのカメラなのかなっていうふうに思いますね。まあ、暗い場所で撮ることが結構多いんですよね。昼間に撮ることっていうのがあんまりなくて、でちょっとね暗い場所、まあ、日陰とかちょっとね室内とか、もしくはちょっと夜間とかね、まあ、夕方とかね、こういったシーンで撮ることが多いので、そうするとやっぱり高画素機のメリットってあんまり活かせなかったりとかもするので、その中でやっぱりね暗所に強いカメラっていうのは私はね結構使ってて、私の用途にですねすごく合ってるなっていうふうに思いますので、もうこの暗所に強い、しかも手ブレ補正もめちゃくちゃ強いっていうところがこの Z6III を使っててめちゃくちゃ使いやすいカメラだなって思ってる部分でもありますので、その辺の暗所性能の高さっていうところがですねやっぱり私が気に入っている部分でもありますので、まあ、その辺が私が Z6III をおすすめするポイントでもあるかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、私がねこの Z6III をおすすめする10のポイントっていうところをねお話ししていきました。まあ、人によってはこのポイント別にねそんなに気にならないよとかですね、あこのポイントすごくねいいなって思っている部分でもあると思いますし、逆にデメリットだったりする部分でもあると思いますので、それはね人それぞれだと思うんですけども、まあ、実際にこういったねポイントが私はね気に入ってて使ってますよっていうところが、まあ、同じように共感してもらえる方がですねいたら、あ Z6III 買おうかなってちょっと思っていただいたりとか、あ参考になったなっていうふうに思っていただけたらいいのかなっていうふうに思いますので、その辺は買う買わないっていうのはその人のね、まあ、いろんな事情があるかと思いますので、まあ、私はこういうポイントがねすごく使っててよかったですよっていうところを、まあ、購入するしないっていうところの判断のね参考にしてみていただけたらと思っております。というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of